毎朝のリセットで一日のベースを作る。一日の始まりが一日を制す。なぜ朝一番に飲むのか。人の体内は朝4時からお昼の12時頃、体内の老廃物を排出する時間となります。起きてすぐに温かいデトックスお出汁を飲むことで、胃から腸に刺激が伝わり、腸の蠕動運動を促します。それ以外にも、肛門を締めている肛門括約筋が緩み、排便の誘発につながります。また水分を取ることで尿量が増え、体の余分な水分を排出してくれる作用もあります。睡眠中は体温が低く、起きたばかりの胃腸も冷えています。デトックス感知量を飲むことで胃腸を温められます。胃腸が温められると消化機能も活発になるので、朝食べた栄養素を吸収しやすくなるのです。継続的な利用のコツ、健康効果を最大限発揮するために、デトックスお出汁より、今からお伝えするものは先に摂取することは絶対に控えください。1つ目コーヒー、2つ目エナジードリンク、栄養ドリンク、3つ目果汁 100% または果糖入りのフルーツジュース。起床してすぐは自律神経がまだ整っていないので、朝一番にカフェイン飲料を飲むことで、いつまでも疲れの取れない体になってしまいます。コーヒーや紅茶、緑茶など、こちらは朝起きてから2、3時間空けてから摂取することが望ましいです。エナジードリンクの飲用に関しては糖化という現象につながり、老化を加速するだけではなく、脂肪を溜め込む体へ、美容にも影響を及ぼすのでやめましょう。フルーツジュースではなく、果物そのものを食べることをお勧めします。市販のジュースは製造過程において食物繊維を破壊しています。果物による健康効果を期待する場合、果物そのものを取り入れてみてください。このデトックスお出汁の飲用中に関しては、極力小麦や乳製品も減らしていくことをお勧めいたします。障害は個性を感じるで、美味しさと才能を結ぶ。30日間ご購入いただいた方のみの限定特典として、スタンプラリーをつけております。楽しみながら続けるデトックス。誰もがやる気になれるスタンプラリーの裏側は、障害という個性にスポットライトを当てております。進捗状況は人間のやる気を大きく左右しますね。目標達成に近づくほどやる気というものは高まっていきます。デトックスを感じるは最低でも2週間続けることで、味覚、嗅覚が元に戻っていきます。一日一日飲みながら自身の健康観察をすること、そして欠かさずに飲み切ること。目に見えるスタンプラリーにすれば飲み忘れもなくなります。このスタンプラリーのシールのイラストは、重度の知的障害を持った寺子屋の塾生マミさんの娘であるマヨちゃんの作品でございます。障害の方やうつ患者の方が急激に増えている時代背景には、現代社会の環境要因、食生活やスクリーン、睡眠、これらが最も大きな要因です。今の私たちの不調もこうした環境要因というのが大きく影響しています。イラストを描いてくれたまやちゃんは、一人で生活することは難しいし、仕事に就くのも難しい、過度の依存も強いけれども、絵を描く才能はそこにありました。足半に続きおかんじるで障害者支援、これも積極的に行っていきたいと思います。デトックスを感じるは、デトックスのプロの中医学生藤野真奈美と、古き良き新しき日本の風土をつなげる、カツオと昆布の大阪だしを使ったカレーを製造するアンディさんと考案した3種の天然だし、塩、揮発炭、揮発、重曹、クエン酸をブレンドした飲み物です。現代人の体調不良の主な原因の一つは、体の酸化、五感の退化が原因です。体は酸性に傾くと免疫力が低下し、疲労感や脱力感はもちろん、病気を引き起こす原因にもなります。人間が健康を保つためには、弱アルカリ性を保つことが重要になります。重曹は弱アルカリ性、
炭はアルカリ性。体内の水分、水質をアルカリに変えてくれます。アルカリは雑菌を抑制してくれます。雑菌が減ると、有用菌が活性化します。雑菌や不純物が体内からデトックスされると、血流が良くなり、体の詰まりが緩和され、体の内部が温められます。炭の遠赤外線効果、揮発に含まれるピペリンで血管を拡張させ、血流を増加させ温める。人は冷えに弱い生き物。冷えて固まって滞る。すべての人は冷えが原因で病気や不調になります。心身の健康の維持のためには温めて緩ませることが大切になるのです。心身の健康維持のためには温めて緩ませることが大切なのです。心身を緩ませるとは、不要な思考、わだかまわり、怒りの感情など、これらをすべて流す、水に流すをイメージしてください。そしてリセットした心身から自身のなりたい自分を明確にイメージしてください。変わり続ける心と体と時代の中で自分自身を守り作るには、自分たちが変化し守り続けるしかありません。 1. 習慣を変える。 2. いい習慣を続ける。 3. 整った自身を守る。老廃物、脂肪、わだかまわり、怒りの感情は朝一に流してリセットしましょう。変える、続ける、守る。最後にデトックス相関こと藤野真奈美から皆さんにメッセージです。デトックスという言葉を通じて私を知ってくださった皆さん、本当にありがとうございます。皆さん、毎日自分を作れていますか？人は簡単に変わることはできないけれども、作ることはできます。作るためにも、今まで自分に対して、そして周りの方に対してありがとう、そして感謝を込めて感謝り、感謝して離れるということ。病気や不調の原因は固まった感情や思考、頑固、すべて感情から来ています。とにかく緩む、自分を許す、社会に対しても許容する、すべてはありがとうから始まります。物質的な改善の前に、その思考から改善改革していきましょう。物質はいつかなくなります。自分たちの心、魂、記録より記憶です。私は常に生きてるだけで100点、生きて誰かのためになったら200点の人生を楽しく歩み続けています。ぜひデトックスされた心と体から、生きてるだけで100点、生きて誰かのためになったら200点の、そんな人生を一緒に歩みましょう。